スタートの上へ。さあ、OK。綺麗なスタート。さあ、16分選手は少しずつ順位を上げております。ああ、激しいクラッシュでまた再飛び。さあ、上位2名が抜けてた形、中村選手と思われます。さあ、一番のトップ、さあ、トシ選手と近づいてる。トシ選手が抜いた。さあ、若干上がるというトシ選手のオーバーテイク、ピーター・ワトシ選手、2番手中村選手、3番手プロマン選手、田中選手4番手、山田選手5番手、角田選手6番手、ワイン2号選手が7番手に上がっております。さあ、5分間の周回レースです。GT ストップラス B メイン、トップは後ろの中村選手、中村信夫選手に勝って、さあ、デスロープ早いですね、23秒15、さあ、トシ選手はトップ2番手、ああ、ニップロップの関係2番、さあ、1台、スタッフ、1台、スタッフ、コースマシャル、さあ、コースマシャルの中、考えませんでした、さあ、しかし、ここでコースマシャル、右直しのワテ復帰です、さあ、トップは、まもなく試験に突入する FD。さあ、メニュー7が走行中、薄いグレーのマシン、右側選手が入って、サークルコーナーが抜けてます。トシ選手がトップ、1.5 秒の方が2番手、中村信夫選手、ホワイト一色のマシンですが、今、ストレート2台、こちらがトップ2。さあ、ブルマン選手が3番手に浮上。さあ、ブルマンはグリーンのマシンかな、グリーンのマシンがブルマン。さあ、ブルマン選手の3番手です。ブルマン選手のベストアップ23秒210。さあ、トップのトシ選手がストレートを通過、そして中村選手も通過。さあ、ブルマン選手とバトっております。タルタル選手、ブルマン対タルタルのバトルがここで始まる。グリーンのブルマン、パープルカラーがタルタルです。試験を通過して右側、操縦台に向かってサークルコーナー、さあ、サークルコーナーバトっております。ブルマン対タルタル、さあ、ブルマンが抜かれました。タルタル選手が泳ぎを落とし、しかしここで抜きました。抜き返したブルマンが3番手、タルタル選手が4番手に落ちております。1周3番手に上がりました。激しいバトル展開中。さあ、試験1点取ります。ブルマン対タルタル、グリーンのブルマン、オープンバトルミスしてタルタル、いや、ここは予想見る。さあ、グリーンのバトルですね、グリーンのバトル、ブルマン対タルタルのバトル、素晴らしいです。さあ、対してトップはどうだ。トップは変わらず、ゼッケン2番のトシ選手、中村剛剛選手が2番手。さあ、このままで開けております。ブルマン対タルタル、そしてトシ対中村剛剛の激しいバトル。さあ、トップグループは今 SG、 そしてストレート、さあ、そうですね、ストレートを走っております。 FD、 ゼッケン今がトップ、トシ選手、その後ろが中村選手が2番手、ホワイトのマシン、さあ、そして少し先になりました、ブルマンが3番手、タルタルが4番手。さあ、トップ、そしてブルマン選手、グリーン一色のマシンが2番手。さあ、ブルマンが